令和元年9月16日大阪鶴見緑地球技場にて2019 X リーグディビジョン3ウエスト A ブロック本日開幕戦の3試合のうちの、最後になります。磯野スーパースターズ対大阪スケーシールズの一戦が16時20分キックオフ予定で開催されます。ただいまから試合開始前のコイントスを行います。手前側からネイビーのユニフォームが磯野スーパースターズ、奥側ホワイトが大阪府警シールズです。磯野スーパースターズは昨年までディビジョン2に在籍していました。入れ替え戦により今季はディビジョン3からのリスタートです。奥側大阪府警シールズは 昨年業務の優先の都合上、リーグ戦に参加できませんでした。今季1年のブランクを経ての再スタートとなります。磯野キックオフ、大阪府警リターンで試合が始まります。大阪府警シールズの A シール、磯野スーパースターズのキックオフで試合が開始されます。なお本日の掲示はスポーター10分の正式掲示で行われます。磯野セカンダウンテン、ボールオン相手陣48ヤード。タッチアーン。何は空25番ハンドオフから左オフタックルを駆け上がり、そのままサイドライン際を独走、エンドゾーンに入りタッチアーン。磯野6点獲得。パスは成功、ターゲット11番、しかしここでボールをファンブル。これを抑えたのは大阪府警、したがって攻守交代です。ターンオーバー、パス成功。中央へのランプレー、キャリア26番、ファーストダウン獲得です。ギャンブル成功。QB サーク、クォーターバック9番、乱れたスナップを拾い上げパスを投じようとしましたが QB サーク、ロスしました。4回目の攻撃失敗ですので攻守交代です。ターンオーバー、パス成功。磯野ファーストダウン、パス成功、ファーストダウン。タッチアウト。クォーターバック18番、プレッシャーをかいくぐり右に流れながらワイドレシーバー81番にパス、これを81番エンドゾーンでキャッチ。磯野6点獲得です。磯野ファーストダウン、
磯野タッチダウン。クォーターバック18番 QB スイープで右点オープンに展開、そこから縦に切り上がりエンドゾーンに達しました。パス成功、ファーストダウン。タッチアウト。クォーターバック18番ハンドオフオプションで自らキープ、そのまま中央付近を独走、相手タックルをかいくぐりながらエンドゾーンに飛び込みタッチアウト。磯野6点獲得。パスインターセット、攻守交代です。キッカー99番、キックレングス30ヤード。キック成功、大阪府警3点獲得です。大阪府警、大阪府警シールズ3点、磯野スーパースターズ28点。パス成功、ファーストダウン、ドゴールチョイス。キックレングス43ヤード。キック失敗、フィードゴール失敗で攻守交代です。QB サーク、クォーターバック9番ファースト登場と下がりましたが、これを磯野49番が QB サーク。QB サーク、タントブロック、これは、大阪府警自ら抑えましたが、応急交代しての攻守交代です。タッチアウト。その中央へのブラストプレー、テールバック49番パワープレーで中央突破、ファーストタッチアウト獲得です。クォーターバック9番パスを閉じようとして左ロールアウトしてスクランブル。大阪府警ファーストダウン。パス成功、ファーストダウン。オースダンギャンブルファーストダウン狙う模様。パス成功、パス不成功。タッチアウト。クォーターバック18番ワイドレシーバー11番にパスを通し、11番それをキャッチアンドラン、そのまま左サイドライン際を駆け上がり独走状態、エンドゾーンまで達しました。2ダウン、時計を回します。磯野スーパースターズクォーターバック18番田中選手スナップオンで2ダウン、時計を進めております。
ここで試合時間がなくなりました。試合終了となりまして、磯野スーパースターズ42点、大阪府警シールズ3点で磯野スーパースターズの勝利となりました。 X3 西日本地区 A ブロック、磯野スーパースターズ対大阪府警シールズの試合はご覧のように勝利いたしました。本日はご声援ありがとうございました。ありがとうございました。ご覧の皆様、意外に大きな拍手をお送りください。本日勝利いたしました磯野スーパースターズは、来る10月5日土曜日、王子スタジアムにおきまして17時20分からトライスタウン戦が組まれております。失礼しました。磯野スーパースターズ